おはようございます。チャプターズブックスター書店主の森本萌乃です。今日は大阪に伺っており、大阪だったら絶対行きたかった本屋さんのちょっと爆買い企画やっていいよっていう許可が出たので、今日は行ってみたいと思います。その名ももうね、最初見せちゃったけど、梅田蔦屋書店さんにお伺いしてます。ここまで来るのめっちゃ大変だ。私だけ迷子になりましたね。ルクアとルクアイーレとルクア千百、何千百が多分イーレって読むんですよね。あ、そうなんだ、うん、もう全然わけわかんなくて、梅田難しいなと思ってとか言って道2回聞きました。恥ずかしい、朝の忙しい時にキオスクのおじさんに聞いちゃった。無事到着してよかったです。はい、なので今日は梅田蔦屋書店さんで爆買いしていきたいと思います。なんかもう見るからに広くて、どっから行こうか、なんか丸になってんだよね、うん、あんまりこういう本屋さんないよね。ないですね、うん、あ、でもやっぱ文学私行きたいかな最初、うん、じゃあ総向きにぐるっと行ってみます。こっちに行こうか、うん、あ、ちょっとやっとくね、爆買いスタート すごいよ、最近書店かけるなんとかが多いからさ、はい、結構ちっちゃいおしゃれな本屋さん多いけど、これだけこう並ぶと、しかも面置きすごい多いよね、圧巻だね。そう、ここ3段ぐらいほぼ面置きです ね。いやでも本って面で買いたくなるよね、うんうん、確かに。しかもこう文庫とさ単行本が混ざり合ってんだね。あ、ここさエッセイ食とかじゃない、ほら内田洋子さんがこんなにいっぱいある、大好きな大好きな、あ、パリの国連で夢を置く、これもなんかさ、あの私読んだな、世界はふむふむで満ちている、かわいい、仕事の極意、伸び伸び生きる、なんてことですね、金井真紀さん、あ、なんかちょっと増田美里さん、いいですね、行こう、カレーザーさんも読んだことあるな、これ私読んでます今、あ、本当、どう、ちょっと面白い、面白いクスってなる感じ、すごい不女子だっていう話だよね。あ、そうです、そうだよね、そうです、そうです、あ、この辺なんかすごいいいね、パリのキッチンで四角いバゲットを焼きながら、おしゃれね、あ、いやもうここで終わっちゃいそう、まだありますよ、ね、まだまだあります、作家と魔女の集まっちゃった思い出、あ、この方さ魔女の宅急便の原作の方だ、あ、本当ですね、そうそうそう、なんか美術館出されてたよね最近、お、そうなんですか、あ、でもほら増田美里さんゾーンだったんだ、やっぱりミリがいっぱい、あと桃子もいっぱいいる花田さんに大阪でも会いました。これめちゃくちゃ面白い、これのジェーンスーさんとの対談にめちゃくちゃ励まされて、あ、本当ですか、うん、すごいね、いいな、これおすすめです。祖母姫もありますね、あ、本当だ、あるえ、ここ最高、ノスタルジーはスーパーマーケットの2階にある、山田恵美さんが帯書いてるんだ、パリッコさん、パリッコさんか、救命センターカンプレスに、あー、これ泣いちゃうやつだな、あ、酒の穴、ななみちゃん好きそう、あ、私好きだな、これ絶対好きだな、ただの液体か宇宙か石か、若手飲酒シーンを代表する2人が千鳥足で飲む、リカーズエッジ、ずっと対話してんだね、へー、あ、ななみちゃんお酒飲みながら読めるんだもんね、そうですね、大好き、私読めないんだよね、もう這いつくばってますよ、うん、やばいね、行きましょうか、もういいね久しぶりなんだよね本買うの、そうですね、爆買い、今日いっぱい買っちゃいそう、最近こういうめちゃくちゃ写実的なさ表紙増えてるよね、多いですね、やっぱ買われやすいのかな、あ、これななみちゃん気になってたね、表紙が違うとか言って、伊坂さんにしてはポップだよね、私これ読みましたね、変えたんだね、ちょっとずつ人がつながっていく感じ、ね、え、ごめん全然話聞いてなくてごめん、これ買いたかったんだ、あ、私もそれ探してた、これさコロナ禍で単行本化して買いたかったんだけど、うんうん、コロナ禍私お金ないから全然買えなくて、ついに文庫化してくれた、あ、これさ調香師の話じゃない、香りですか、いや私ちょっとね、いい香りの漂う本を今チャプターでは探してて、うんうん、これちょっと期待してる、なんかいい香りがさキーワードになってくる本あったらみんなコメント欄で教えてほしいですこれはまた違うマッチングですか、あ、そう、私が読んだのマッチングびっくりマークで、これ多分マッチングテンションの問題、うん、ここはやっぱなんか割と全部読んでるわ、うん、傲慢と善良映画化誰がするんだろう、あ、映画化するんです ね、映画化決定って書いてる、読みました、
読みました。なんかね、止まらないよ、止まらない。ドロドロしてるんですか？いや、全然してない。辻村さんにしては全然してない。なんかさ、円形だからさ、自分が今どこにいるか分かんないね。ずっと同じとこぐるぐるしてる。ってことは、もう半分来ちゃったんだね。そうですね。じゃあと半分しかないんだね。そうです、もう半分です。寂しい。ここはあれだ、もうずらっと五十音順の文学、文芸だ。行ってみよう。買いたい本あって、今日メモ作ってきたんだけど、楽しいのでそれ無視で行こう一回。なんか意外とこの講談社体が面白いんだよね。あ、すごいね、浅井亮さん本当にすごいよね。性欲も文庫化しましたね。しましたね。あ、カバヒコ面白いのかな、最近めっちゃ見る。この前渋谷でスクリーン広告やってた、ドーンって出てて、やっぱちょっと流行りは見とくか。うん、青山さん3年連続ノミネートじゃないですか、うんうん、あ、そうだよね、うんうん、私チャプターズでまだ入れてないな。入れましたよ。青山さん何入れたっけ。お探しの、あ、探し、これ入れたね。これだ、お団子の子。あ、そうです、何がいいかな。いや、ここちょっと楽しいな、朝から人いるわけだね。あ、やっぱ、はい、阪急電車のさ、看板見るとさ、嬉しかったね。なりますよね。あれさ、平さんだってなった。これは大阪のお供に絶対読みたい。うん、そう思う。やばい、まだ一棚しか終わってない。やばい、一生見れちゃう。一生見れちゃうね。見すぎて喋ってないですね。やばいやばい。今チャプターズの選書がいい香りのする本を探しているので、いろいろメモしてきたんだけど、なんか全部面白そう。女と男、そして殺し屋。でもコーヒーだ。へー、ミステリーの中短編集。へー、面白そうだけど、ちょっとミステリーじゃなくてもいいかな。これ面白かったの、すごい。私こっちは読みました。あ、どう？え、すごい良くて、うん、ラジオで一回紹介したような気がします。そうなんだ、家族の話か、うん、なんか一人暮らしのさ、男女が多いからさ、チャプターズ家族、一人暮らしに寄り添う感じがいいですね。そうそう、家族感ってね、人それぞれだからね、うん、ちょっと避けがちかもな、選手では。あ、王者のチャラ男があるってこと。この人私すごい面白かったから、若者とか。でもこれ面白そう。何ですか、それ。奇妙な大学生活を送るヒデは次第にアルコール依存症になり、一方の元カノは不慮の事故で大怪我を負っていた。行き場のない思いを抱えながら全てを喪失したかつての恋人たち、長い歳月を経て再会した二人に静寂の時が流れる。これ静寂で合ってる。これなんて読むんだろう。ちょっと YouTube でテロップ入れてもらおう。バカ者、バカ者、いいね。人の道をあれかな、外す話かな、アル中とかやばそうですね、うん、ベーシックインカムの祈りとかすごいね、タイトル。福君は直人さんが嫌い、園児の書いた文字をエレナ先生が分析して。なんか難しそう。戻します。今ね、あんまり難しくないのよみたいな。長編探しですか、短編探しですか、うんうん、あ、どっちもです。あ、でもちょっとこれ面白そう。山で起きたカルト宗教団体の斬首集団自殺、唯一生き残った少女には首を切られた少年が自分を抱えて運ぶ不可解な記憶があった。私なんかこのカルト系好きかもしれない。え、本当ですか、うん、本だと読める、映画だと見れないからさ。全然余談なんだけど、私今ハマってるものがあって。何ですか。薬剤画にハマってて、はい、あの孤狼の血、あの柚木優子さん原作のやつ、はい、で松坂桃李さんが主演でやったやつを見たんだけど、めっちゃ面白くて。その現実なんだけど、ヤクザ界のルールってさ、私たちとは違うルールなんだよね。あ、それがすっごい面白くて。私あれだな、この前前書でお届けした人気シネマぐらいしか人気もの読んだことない。あ、本当。でもね、黒夜のなんだっけ、夜とかあれなんだっけ、黒夜の猫だっけな、なんか出すわこの辺に。上下巻だからチャプターズ入れられないんだけど、すごい面白かったな。これもよく見るね最近。あ、私これ買いました。あ、それで見たんだ。近くで認知してるわ。なん、難しいですね。あ、難しいんだ、うん、なんか才能が爆発してるって感じでした。書店主が出ちゃった。気になるな。まだかだよ、やばいね。ちょっとダダダっといこっか。全然進んでない。全然進んでないよ。これ並べ方罪だね。ってことはすごい時間潰せると思います、この本屋さん。
なんかこの人のタイトルの付け方綺麗。いなくなれ軍人、その白さえ嘘だとしても汚れた赤を恋と呼ぶのが狂気を壊れた黒の叫び。これこれこのタイトルですね。汚れた赤を、あちょっとこう合ってた表紙と違うんだ。ネックスだから読みやすいんじゃない。青春ミステリー、あ第3弾ってことは人気だったんだ多分。いなくなる群青が、あえシリーズですか、うん、シリーズみたい。青春ミステリー、そうなんだ。青春ってさみんなどうなんだろう、どうなんですか ね恋愛ともまた違うじゃないですか。そうみんな好きなのかが分かんなくて、でもいいのはいいよね。武田彩乃さんとかやっぱもう青春っていうジャンル抜きでいいもんね、うんうん、単行本買いたくなっちゃうよね。あこれ私買いたかったの、猫シェフと海辺のお店、初めて見ました。この人さ喫茶堂々の作家さんで、あ本当だ、そうなの、そうなのよ。福岡で開業し東京都内で小さなお店を切り盛りしている現役カフェ店主、氏名のなぎさん。あカフェ店主さんなんですか、ね、結構リアルな家庭物語なんだ、ね、心に来る話をかけるのかな。えなんか教えてほしいね、おすすめ。 YouTube さ見ながらさ、うん、あれは買った方がいいですとかあったら、ね、みんな あの本スルーしないで、うんね、そう言ってください。あこれも私読みたかった本、あこれの写真館じゃなくて違うの読みたいのよ私。庄司さんなんだっけな、後で聞こう。それがメモしてた気がする。これも千葉屋さん香りなんだ。本当だ、違うの、あ反響重版続々、じゃあ次ってこと、続き、あえもう一つの物語だって。だからあれかスピンオフか、やばいなんだっけな、あの欲しかった本忘れちゃったないのかな、じゃあ売れちゃってんのかな、人気なんですか ね白石さんは入れたことないっけ、うちないです ね、うん、そうだよね。あサードキッチンよく見るよね。あ私読みましたそれ。本当、うん、いい、青春には入れないし、うん、個人的には特別好きって感じでもなかったかな。私これすっごい好きだった、これ芥川撮った時読んだんだけど、めちゃくちゃいいよ。これちょっとどっかで入れたいかな。あ、そっか、なんか表紙全然違くて、なんかと思った。ブラックボックスか。ここはちょっと知らない作家さんにどんどん出会いたくなってきたの、うん、こんなにね合わせてくれないのね。あ、これ本屋大賞ノミネートされてるファンタジー小説なんです。ファンタジーって珍しくないですか。買おうと思ったけどちょっと分厚いなと思って、昨日の夜話したんだよね本屋大賞が分厚い問題、分厚すぎて買うのちょっとうんってなっちゃう本屋さんが売りたい本が難しくなってってるよね。そうなんですよね。なんかあらすじとか気になって、うん、読んでみようかなとか思うけど、行ったら意外と、あそうこれもだ、津村さんのやつ。あすごい津村さんも入ってんだね、うん、今回かわいいって思ってこう手にちょっとくないちょっとかわいくない大きさだね本読んでるとどんどん読めるようになっちゃうからね。そうなんですよ。そうだよ。けどなんか私は本読むの本当に毎回1ページ目がだるくてその気持ち大事にしてる。じゃないと本っていいよねっていう気持ちで届けるとさ、うんうんうん、そうじゃない時に届かなくなっちゃうから。確かに本当最初のなんか 1,2,3 ページぐらいで読むテンション変わりますよね、うん、読めない時読めないよね、うん、面白いのがさ今回本も出版したりとかしてさ、うん、こんなやつ全然本読みとは言えないとか稚拙だとか結構言われることもあるんだけど、うん、コメントとかで。でもありがたいなと思って、その本読みじゃない私が本屋さんをやっている意味が絶対あるから、うんうん、本読み、うん、だからそこはあんまりなんか強く反論しないというか、うーん本読むのだるいよねっていう気持ちをめちゃくちゃ大事にしたい私は。あそっかこんなに買うけど私言われたら落ち込んじゃうな多分。あ本当、うん、私強いからさ確かに本読みじゃないから本書いて本屋さんやってっていうのは本読まない人からしたらちょっと親近感が。そうだよね、説得力に誰かになれたらいいなと。だから本当にたくさん読んでさ、それで本が嫌いにならないようにちゃんと選ばないといけないよね、うん、あ、マハさんね、ハーまで来たね。原田ひかさん入れたことあったっけ。あれ3,000円。あ、そっか、あと3人用、あれ3,000円か。3、原田ひかさん3好きなのかな
三人屋も面白いんだよ。すっごい。そう言ってた。あ、これ女子してたからです。ちょっとね、女たち多かったなと思って。あ、これがね、私の小学館の今文芸の担当の人がこれめちゃくちゃ面白いって言ってた。へー、早見さん。うん。早瀬さん、これあれだ。私の好きな本書いてる。密室のマクベス。知らん、読んでない？分かんないです。めちゃくちゃいいんだよね。超分厚いんだよ。へー、短編集。あ、これ良さそう。ダメだ。全然読んだことない作家さん行こうと思ってんのに。あれ。ハムロリンさん。歴史の敗者に注目し、数々の優れた小説を世に出してきた著者。ブックガイド。あ、ブックガイドはさ、また本読まなきゃいけないから、そんなちょっと難しいよね。あ、あった、ほら、密室のマクベス見たことない？これ最近なんかよく、初めて見ました。嘘、知らなかった。これはどういう話なんですか？アジアを駆け回る話なんだよ。ヒントが合わない。犯罪恋愛小説かな。もうこんなに綺麗にラスト迎えるかっていう回収の仕方が、これはね、皆さん刑事小説系好きですよね。うん、はなんか読めるんだけど、うん、この謎解けましたかが本当に解けないんだよね。うん、難しいです。うん、海と地、なんかちょっと幸せそう。あ、藤岡さん、金の相撲連れたね。舞台は美しくもあり時に恐ろしい顔を見せる海と島。あれかな、老人と海みたいなヘミングウェイ的な世界観かな。そういうことですかね。魔行来るんじゃないかな、そろそろ。あ、町田さん来たね。又吉さん、そうね。喋ってない。めっちゃ集中してる。ごめんなさい。でもやっぱか、女性作家さんを手に取っちゃうな。うん、チャプターズ男性いるからちょっとワイルドな気持ち思い出そう。ワイルドな気持ちで。男気を。そう、男気をちょっと思い出してワイルドに選ぼう。なんかあるかな。後でちょっと書店員さんに聞いてみようかな。うん、あ、でも終わりそう。ここまでかな。今村上春樹さん、ムーまで来た。初恋初…あ、かわいい、なんか春読みたい。めっちゃ桜だ。コーヒーショップの店員に一人目惚れした涼介、秋山と告白した相手は中学の同級生だった。音をめぐる長くて切ない初恋の物語。来年の春とかいいかな。何を見てるかというと、鍵括弧が多いと本で読まなくてもいいので。あ、会話が多いってことですか。そうそうそう。でも意外と集英社すごいさ、めくりやすくていいね。いや、どうだろうな。でも人の感情が音として聞こえるという特殊な体で、へー、おしゃれ。ちょっと行ってみよう。カゴもらえますか。あ、でもね、幸せだから大丈夫。ムレ最後の棚かな。かな、寂しい。いやだ。あ、山本文夫さんは絶対泣かないがいいんだけど、絶対泣かないないわ。あと、これ買いたかったやつある、花屋さんの言うことには。あ、これ分厚いかな、届けられない。うーん、いけるっしょ。いけない。これ何月に届ける予定ですか。これ香りか、香りとかで、この秋冬とかちょっとに向けて読むのもどうかなと。ちょっと危ない、怒られちゃう発想拠点に。怒られまくってるからね、私たち。でもさ、発想の人たちもさ、本届けたい気持ちあるからさ。そう、すごい頑張ってごめんなさいって言われちゃうから、もう迷惑かけたくないんだよね。そうなのよ、迷惑かけたくないのよ。まだある、まだある、まだある。これは短編集だ。あ、これ短編で棚作るんだね。嬉しい。うん、最近夜寝る前絶対本開こうって改めて思ってるんだけど、2ページだけでも読んだ方がいい。そう、2ページで物語は進みますか。うん、いや、日本語を縦で読むっていうのが、スマホって大体横じゃない。うんうん、だから違う脳を使うスイッチになって眠りに入りやすい。うん、私すごい夜さ、眠れないから、うん、不眠気味だから緊張するのよね、夜ベッド入るとき。うんうんうん、だから絶対読み進めるんじゃなくて、まず読むっていうのも。へえ、そうか。でも、うん、わかるような気もします。縦書きの文字を読むことでちょっと心がほっとするじゃないけど。うんうん、私のずっと通ってる美容師さんもすごい本好きで、うん、なんでって言ったら、本読んでる時って自分でこれを頭の中で音読しなきゃいけないから、別のことを考えられないから、
すごい集中できるって言ってて、焦っててなんかすっごい考え事してたら全然読めないですもんね、うん、そうそう、だからそれがもう結構強制力があっていい、いいんだよね自分にはって、あーいいね、いいこと言うなと思ってすごい覚えてるな。この本屋さんのいいとこ分かった。何ですか？あの棚って普通こう行くじゃない？ああ棚がこうトン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 ってあって、そうそうそう、でもここ円だから永遠に歩けるの何周でも行けますね。これは気持ちがいい。私が探してる本をじゃあちょっと見てみようかな。読みたい本をスクショしすぎてわけわかんなくなってんだよね。わかる？スクショめっちゃ増えます。スクショめっちゃ撮ってるはずなのに、いざ本屋さんに行くと全然違う本買ってたりとかするんですよ。これさっきの花咲浩二二丁目の花子さん、かの子さん、あ、写真館じゃない、そうじゃないのを読みたかったんだけど、ちょっとなかったな。あとね、産方父さんの花と夢を読みたいんだよね。うー、行ってみていい？はい、もちろんです。すごいなこの本棚ね。うー、もうちょっと上か。産方さんある？あった、花と夢。産方さんって読むんです。産方さんって読むの。サタデーエッセー読むラジオ、なんか楽しそうだよ、ね、あ、でもラジオで喋ったやつを文字でまとめたんだ。そうなんだ。いや、私好きそう、これ読みたいと思ってたんだ。キッチンセラピー作って食べて生きる一番大切なことないな。じゃあちょっとこれは諦めよう、うん、あ、これ店長北田さんのあれだわ。本屋さん、なんか出版社レーベルやられてるって言ってたもんね。へー、あ、そっか、すごい綺麗。小説集、写真の本好きです。あ、本当、うん、綺麗だね。見てたくない。北田さん話しかけていいですか？なんかおすすめの、私文庫本探してるんですけど、うん、疾走感ガツッみたいな、そうかガツンみたいな。疾走感って言ったら、ね、はい、中島ラムのガダラの豚とか3巻まであるからいいかなと思って、めちゃめちゃ面白いですよ。1巻で解決してきます？大丈夫、続くんですか？1巻だけ読んでも面白いです、うん、あ、わかりました。絶対に次読みたくなる。あ、それ買いたい。北村さん、何ですか？とりあえず好きに使おうぜって言うんですけど、はい、知らない、超嬉しい。なんかあのスタートとしては結構ゆっくり、はい、あの進んでいくんですけど、うん、後半最終コーナーもらったぐらいですごい畳みかけるように、うん、あの話がこうどんどん文章と一緒にどんどんこう書いていって、うんうん、はい、あのすごい読み終わりが気持ちいいです。電車がこうガタンゴトンガタゴト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 って感じですか？そんな感じですね、本当に。合わせてくださったかな。いや、ざっくりどんなあらすじなんですか？ざっくりで言うと、なんていうか下町のお話で、はい、下町のいろんな人たちがこう、出てきて、うんうん、まあ、それぞれの人間関係があってっていうお話なんですけど、長編ですか？長編とか、長編っていう扱いであるんですけど、中編小説ぐらいですかね。はい、嬉しい、読んだことない作家さん会いたかったんでありがとうございます。堀江俊之さん、すごい量、今回すごいね。あ、私東京帰るんだった、めっちゃ重いな。そうですよ。もういいや、ずっと歩けるね、うん、本屋は一列であるべきかな。面置きが多いから楽しい。こんな面置きできることないですよ。ないよね、いっぱい入ってるんですよね。そう、いろんな本だけじゃなくてものがあるので、蔦屋書店だから楽しい、ね、楽しいと思います。がちょっともう文芸が良すぎて動いてない動画撮り始めて40分なんですけど、うん、あ、そんなに、うん、ずっとここです。あ、本当？ちょっと今回あんまりいい動画じゃないかも、ごめんなさい。眠れない私にはいいんじゃない？お、みんな寝てる。え、みんな寝てる。すごい。睡眠障害のせいで失業した長野は極秘人体実験の被験者となる。極小チップを脳内に埋め込み夢を90日間共有する。へえ、でもちょっと行こうかな。行こうかな、ね、眠れないのは合ってますけどね。よし、今日すごいね。いや、じゃあこれで一旦レジへ行きます。大丈夫かな、今日の動画つまんないかな。うん、今日ほとんど喋ってない。あ、本当？あ、じゃあもうちょっと喋ろうかな。、うん、なんで、うん、梅田なんですか？あ、今日は、トークイベントをやるんです。あ、ね、自分の本見てないわ。私本出したんですよ。それを、今日トークイベントでお話しさせていただくんですけど、うん、午後にその関係で大阪に来まして、
大事なのを聞くの忘れてた。爆買い動画を撮り始めたんですけど、はい、私の本どこにあるかちょっと見てみようか。さあ明日は起業日、どこにあるんだろう。どこの棚に置かれてることが多い感じですか。ビジネス本の棚、文芸新刊と起業の棚、うん、どっちにも置いてもらってる本屋さんが新宿のね紀ノ国屋書店に自分の本が平積みされてて泣きそうになっちゃった。泣く。蔦屋書店中目黒は私の目の前で私の本買ってる子いて、もう話しかける一歩手前だったよね。声かけちゃいそう、ね、自分の本が売れる瞬間見れるってすごい嬉しいな、ね、お結構一周してんじゃないか。すごい広いね。え、かわいい。コーヒーのフィルターをライトにしたようなのかな。かわいい。鹿から生まれたネイルだって。なんかいろいろ考えるね。あ、ハンドクリーム、透明紅茶の香り。やってみたい。チャプターズもさ、なんかグッズ作ろうと思ってて、バッグに続き。つけましょうか。あ、ごめん、そんな。お姫様みたいな、ごめん。結構ない。あ、もう大人気です。はい、あの、ないです。匂いだけお楽しみください。息合ってきたね、うん、人気なのできっといい香りだと思います、うん、いい香りです。ちょっとまだ来なかったわ。どこだろう。あ、あった。じゃじゃーん、じゃじゃじゃーん、嬉しい。道の真ん中に置いていただいてました。入り口真ん前だ。すぐだね。そう、今日、まあ、この本屋の未来とかたち、さっき選賞もちょっとしてくれた北田さん、うん、ここの店長と、うん、私とあとはインフルエンサーの男性2人とトークショーをするんですけど、私これ昨日の夜もう1回読んで、やっぱねこの本のいいとこは、本屋さんって2つの役目があって、本屋さんに来た人を楽しませるっていうのと、あと本屋さんに来させるっていうこと、もうどっちも大事だよって話を、いろんな人の話を聞きながらしてて、北田さんがものすごい聞き手さんなんだよね。でしかも聞いた話をまとめただけじゃなくて、僕がなぜその人に聞こうと思ったかとか、うん、その人に聞いて何を得たかとか。じゃあ萌音さんもいらっしゃるんだ、うんうん、あ、そうなんです。私これも対談で話をさせていただいて、私の時はね青山ブックセンターの山下さんと、あとカニブックスの花田さんと、あとアルチさん、キラクの4人であの座談会形式でお話をしました。でね、このね高木さんっていうこのプロレスラーの方のアイディアの力、そうでこうだから異業種から聞こうっていうアイディアの力がすごくて、本だけかと思ったら全然違う人もいるんです。そう、あとこの加藤先生、国語教師のがもう素晴らしくて、本は読み切らなくていいって言ってて、で私もそう思うし、ただなんか開くことに意味があって、それがちょっとずつあの自分の血肉になっていくというか、はあ、私は結構このお二人めっちゃ良かったですね。あとはページ薬局さん絶対いつか行ってみたいし、うんうん、内沼さんも有名人だよね、ブックコーディネーターのお会いしてみたい、うんうんうん、結構ね本会ではかなりのビッグスターたちが、そうですね、健吾さんの話し、すごいメンバーを集めたこの北田さんのね、私この本で初めてお会いして、うん、どんなこと話せばいいんだろうと思ったんだけど、本当になんか北田さんが前向きに焦ってて、うん、できることをとにかくやりましょうっていう方、うん、今日本屋さん来ても思ったけど、このやっぱ面置きの多さ、うんうん、置く本限られちゃうじゃない。でもさ、所狭しとかで置いてるのはやっぱワクワクさせるし、選書、うん、に自信があるからだし、本を普段触れない人が選びやすいような作り方をしてるなっていうのはなんか来て感じた部分でもあります。そしてそんな隣にすみれちゃんが、すみれちゃん、かわいいな。明日は起業日、どうなんだろう、読まれてるのかな。出版ってすごく無味無臭で、うん、何の反響もないんだよね。書いた本にもどう売れてるとかわかんないんですか。SNS で時々ハッシュタグつけてくれたりとかすると、うん、もうめっちゃその日いい日になる、うん、嬉しい。めっちゃ応募しちゃいそう。しちゃうけどもしてないな。気になるのがね、Amazon のレビューが星5なの。え、で、すごい。そうで、なんか6、7人答えてくれてるんだけど、すごい、絶対身内だろうと思ってでもなんかすごい、この本に出会えてよかったとか書かれてて、
でもさ、私書いてないです。あ、本当？パパとママと姉ちゃんかな。あと4人いるから。あ、そっか。読んでくださった純粋な読者さんだと嬉しいな。いや、そういうのとかさ、邪推しちゃうから、もうあんまり考えないようにした。どう？いい感じかな。もう何周もしちゃったね。うん、忘れましたね。じゃあちょっとこれら買いましょうか。はい。じゃあちょっとお財布取ってきたんでレジ行きたいと思います。はい。今日は行くでしょ、1万円。ね、すごい数。セルフにしましょうか。やっこいしょ。すごい数だ。これ面白いかな、大丈夫か。でも気になりますよ。気になる。どうしよう、萌山さんもその眠れるやつやりたいとか言いました。ね、プロジェクト入っちゃったらどうしよう。あ、そうなんですね。見ててね。これ結構楽しみ、父の声。いつかおじい駅も楽しみだ。お、行くんじゃない。あ、これ来た。あ、余裕でしたね、今回は。では、今回、あ、こちらです。14冊今回も爆買い完了です。今回はもう1万円余裕で行きましたね。カバヒコのやっぱ単行本が効いてたわ。文庫は安いよね、本当に。こんなに安いのにさ、こんなに幸せな気持ちさせてもらって。お洋服だったらだってさ、あのちょっといいのだと1着で終わりだもんね、1万円って。本ってこれ16冊買えるの、すごいよね。最高。大阪ってことを忘れてて、うん、持って帰るの憂鬱になってきた。すいません、お気づきの通り。なんで2つかって言ったら、ななみちゃんが行くもって大丈夫かな。はい、なので大事に読みたいと思います。初めての作家さんも多いんじゃないですか。そう、今回初めての作家さんも多いし、なんかライトなものからちょっとなんか重厚感のあるものまでいろいろ変えたなと思うので、私たちの読書量と幅が増えれば、チャプターズのお客様の読書幅も増えるのでね、ちょっとやっていこうかなと思います。はい、良かったのは紹介しようかね、動画の中でまた。はい、じゃあ爆買い終了で、この後はトークイベント頑張ろうと思います。またね。バイバーイ。